はい、コンプリートコントロール解説入っていきたいと思います。今回はですね、最終回となりまして、このダウ上にですね、こう動かしたつまみをオートメーションに記録するといったところと、このピッチベンド、モジュレーションホイール、そしてミディコントローラーとして使用する、このあたりを言ってみたいと思います。前回ですね、このスケール機能、そしてアルペジオ機能、この2つの機能をですね、組み合わせたフレーズ、少し手直ししていますので聞いてみてください。もう少し動きが欲しいので、このアルペジオのですね、前回やりました音の長さ、系統をですね、このキューベース上、ダウ上に記録していきたいと思います。まず記録したいトラックですね、ライトをつけると、その後にですね、普通に再生しまして、あとはつまみを動かせばですね、それが全て記録されるといった形です。このあたりは全ダウ共通になっております。それではこのフレーズを通して音の長さ変えてみたいと思います。徐々に長くして、また短くなってます。こういった感じですね。あとはオートメーションの方を見ていただきますと、こんな感じでですね、しっかりと記録されています。もちろんですね、一度記録したオートメーションをですね、こういう風に変更することもできるというものです。今のこの音の長さの変更に加えて、リズムをですね、速くしていってみましょうか。最後の部分で適用しています。このまま重ねてしまって大丈夫ですので、再生してですね、最後速くして、こんな感じですね。確認してみますと、はい、これもですね、しっかりと記録されていると。もしですね、この実機を持っていなくて、このコンプリートコントロールソフトだけ使用しているという方もですね、こちらオートメーションを開いていただきまして、変えたいものをですね、選択していただいて、あとはですね、こういう風にペンで記録していけば OK ということになります。今はですね、アルペジオで見ていただいたんですけども、こちらのスケールのパラメータだったりとか、もしくはですね、こちらですね、クリアビューディスプレイのパラメータ、このあたりもですね、すべてオートメーションに対応していますので、非常に凝った音作りができるんじゃないかなと思います。そしてですね、次にこのピッチベンドとモジュレーションホイール、このあたりの解説をいきたいと思います。通常のですね、ミディキーボードと同様になりまして、左がですね、こうピッチベンド。そして右がモジュレーションホイールということになっています。今これターン音の方が分かりやすいかもしれないので、スケール機能とアルペジオ機能を切りましょうか。こういうものですね。この2つはですね、このようにもうタッチするだけでその値に飛んでくれるというものになっていまして、非常にですね、柔軟なコントロールが行えます。またこの詳細はですね、こちら逆三角形の部分、エディットからプリファレンスですね。このハードウェアですね、ここから変えることができます。今見ていただきますと、このまずピッチストリップというものがありまして、変えて、離した時ですね。すぐにですね、元の値に戻りました。この値をですね、左に下げていけば下げていくほど、ゆっくりですね、元の値に戻ります。やってみますと、離します。こんな感じですね。ですので、ここはですね、元々の値に戻る速度ということになります。そして、この下ですね、モジュレーションストリップ、こちら側のコントロールになりますね。今ですね、もう少し音色を変えた方が分かりやすいと思いますので、変更してみましょうか。大抵のシンセサイザーはですね、モジュレーションホイールを好きなところにですね、割り当てることができますので、ここに割り当ててみましょうか。そして、割り当てた後は、これで幅を決めるということになります。今、フィルターのですね、カットオフに行ってます。フィルター2の方もやっておきましょうか。こちらクリックしていただいて、モジュレーションホイール入れると。あとはですね、範囲を決めるといった形ですね。これでかなり効果がわかりやすくなるんじゃないかなと思います。それでは環境設定に戻りまして、今がですね、現状を維持すると、離してもその値ということになります。この下のディスプレイに関しましては、こう表示の問題になります。今ですね、点で示唆されていますけども、こちらバーに変えますと、こうボリュームフェーダーのように確認することができるというものです。このあたりはですね、見やすい方をご使用いただければと思います。そしてこの面白いところなんですけども、スタンダードの他にですね、ボールというものが用意されていまして、これ言葉通りなんですけども、こんな感じですね。指をですね、こう離した後もですね、これがですね、動き続けるというものになります。ディスプレイに関しましては先ほどお伝えした通りです。今はですね、バーにしておきましょう。このフリクションというものは、このボールの跳ね返りのですね、この速度の減衰ということになります。これをゼロにして動かしてみますと、こんな感じですね。ずっと終わらないということになります。これで演奏させてみますと、常にですね、
これですね、中央にしてみますと、先ほど終わらなかったものがですね、徐々に減速していって止まるということになります。そしてこのグラビティに関しましては、今この値だとします。そして次にですね、別の場所をタッチした時に、こんな感じですぐに今追いついてます。これを左にやればやるほど、タッチした時にですね、その部分に来るまでの時間ですね、これをコントロールすることができるということです。このあたりもですね、演奏方法とか用途に合わせて使用していただければと思います。そして最後にこれボールズなんですけども、今このボールの動き見ていただきますと、こんな感じですね。跳ね返ってますよね。これを外しますとこんな感じですね。最後まで行き切ったら跳ね返ってこなくてですね、元々の値から始まるという動きの違いとなります。このあたりを組み合わせてかなり面白く使えると。もちろんですね、ピッチベンドとモジュレーションホイール同時に動かすことができますので、こういうこともできます。先ほどのアルペジオにやってみましょうか。こんな感じでさらに面白い効果になります。これもですね、オートメーションで変えてしまえば OK ということですね。そして最後にですね、このコンプリートコントロールを MIDI 機器として使用する方法ですね。まずその切り替え方法なんですけども、シフトを押しながらこのインスタンスボタンですね、同時押しします。そうするとですね、MIDI モードに切り替わりまして、これ今 CC14、CC15 と書いてあります。Mac の場合ですね、アプリケーションフォルダーのネイティブインストゥメンツフォルダー。Windows の場合はですね、プログラムファイルのネイティブインストゥメンツフォルダー。こちらにアクセスしてください。この中にコントロールエディターというソフトがあります。こちら立ち上げていますね。そうしますと今認識しているですね、ネイティブインストゥメンツ商品がここに出ます。まず割り当てたいものをですね、ダブルクリックしていただきまして、この数字をですね、書き換えてしまえば OK ということになります。今ですね、こちら CC1 としました。といった感じでですね、これ127番まで割り当てることができるというものです。このように好きな CC を組み合わせたものをですね、いくつも用意しておくことができます。これがこのテンプレートというものなんですけども、このエディットですね、クリックしていただきまして、このニュー。そうするとテンプレート2というものが出てきます。ダブルクリックでリネームも行います。ミリコントローラーとしてこのコンプリートコントロール使用されたいという方はですね、ぜひ覚えておいていただけたらと思います。このようにですね、コンプリートコントロールいろいろなことができるのが分かっていただけたかと思います。膨大なプリセットを管理したりとかですね、あとスケール機能ですね、やはり鍵盤が苦手な方でもですね、簡単にいいプレイができる。そしてさらにそれを組み合わせたアルペジオ機能だったりとか、かなりですね、魅力的な製品かと思います。またこのソフト自体はですね、コンプリート10を購入された方ですと無料で使えますので、ソフトの検索だったりとか、スケール機能アルペジオの方、ぜひご活用いただけたらと思います。といった感じでですね、コンプリートコントロール解説、これで終わらせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方は、スリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は、動画の下、チャンネル登録をタップしてください。